イノブロツワフはポーランド北部の町。かつてはドイツ語でホーエンザルツァとも呼ばれた。2004年の国勢調査に基づく推計人口は77,641人。1999年の行政区分の再編で、それまでのブイドゴシチュ県からクヤビポモージェ県に移った。ブイドゴシチュの南東 40km に位置する工業都市で、 岩塩とそれに伴う塩化物線が知られる。県内では4番目に大きく、ポズナニとトルンを結ぶ鉄道と、ホジュフとグディニアを結ぶ鉄道がクロスする。バジリカミノールに指定されている聖母、マリア境界1185年に、ノボブラディスラフとして、初めて歴史上に登場する。この命名には、ブワディスワフ一世ヘルマンを称えたとの説と、ブーツワベクにちなんだとの説がある。 事実、イノブロツワフには洪水を逃れた多くのブーツワベク、住民が入植した。1236年に、ゆベべにブラディスラビアと解消され、その2年後カシミール・コンラドビッツによって、調整施行された。1466年から1772年まで、クヤビ北部を管轄するイノブロツワフ県の県都であった。世紀に、周辺で、が見つかると、 町の発展は加速した。1772年の第一次ポーランド分割で、イノブロツワフは、プロイセン王国のネッツェ州に編入された。ナポレオンのロシア遠征では、ナポレオンの拠点になった。1815年のウィーン会議の結果、プロイセンのポーゼン州に組み入れられた。1872年に鉄道が開通し、1875年には温泉がオープン。 1904年12月5日に、ホーエンザルツアに解消され、1908年に通電した。ベルサイユ条約により1920年1月10日、ポーランの第二共和国領となって、地名もイノブロツワフに戻された。高い失業率が1926年の労働者らと警官隊との衝突や、20人が死亡した1930年のハンガーストライキにつながった。 1925年に、ポズナニ県から、独立市に昇格したが、第二次世界大戦前夜の地方行政改革で、大ポモージェに併合された。1939年9月11日に第四、軍に占領され、イノブロツワフは再び、ホーエンザルツァに解消、ポーゼン軍事区の元に置かれた。それから、ナチスドイツのポーゼン帝国大管区を経て、終戦まで、 バルテランと帝国大管区のもと支配された。占領初期には、ポーランド人の逮捕や処刑が消結を極めた。1939年11月30日には、1000以上の家族が追放された。1940年から1945年まで、ポーランド人の最低重キャンプや A、フッツ、ロの捕虜の収容所が置かれた。 1945年1月21日に赤軍が市街を解放し、地名もイノブロツワフに再び戻った。ドイツ軍の空襲はイノブロツワフ駅が焼かれた1945年4月4日を最後に終わった。1950年からビドゴシチ県に属していたが、1999年の行政区分裁編でクヤビポモを受験になった。ありがとうございます。